コストコでは巨大な直方体のケーキや分厚くて大きいクッキーなど日本人の常識とはかけ離れたインパクト抜群の食品を買うことができます面白い食品はないかなぁとコストコ店内を巡っていたところチーズ入りのリオナソーセージにベーコンを巻きつけたチーズフランクウィズベーコンなる品物を発見チーズとソーセージとベーコンが合わさってどんな味になるのか気になったので 実際に買ってて食べてみましたコストコでは巨大な直方体のケーキや分厚くて大きいクッキーなど日本人の常識とはかけ離れたインパクト抜群の食品を買うことができます面白い食品はないかなとコストコ店内を巡っていたところチーズ入りのリオナソーセージにベーコンを巻きつけた チーズフランンクウィズベーーコンなる品物を発見チーズとソーセージとベーコンが合わさってどんな味になるのか気になったので実際に買って食べてみましたコストコでは巨大な直方体のケーキや分厚くて大きいクッキーなど日本人の常識とはかけ離れたインパクト抜群の食品を買うことができます面白い食品はないかな と、コストコ店内を巡っていたところチーズ入りのリオナソーセージにベーコンを巻きつけたチーズフランクウィズベーコンなる品物を発見チーズとソーセージとベーコンが合わさってどんな味になるのか気になったので実際に買って食べてみましたコストコでは巨大な直方体のケーキや分厚くて大きいクッキーなど 日本人の常識とはかけ離れたインパクト抜群の食品を買うことができます面白い食品はないかなとコストコ店内を巡っていたところチーズ入りのリオナソーセージにベーコンを巻きつけたチーズフランクウィズベーコンなる品物を発見チーズとソーセージとベーコンが合わさってどんな味になるのか気になったので実際に買って食べてみました コストコでは巨大な直方体のケーキや分厚くて大きいクッキーなど日本人の常識とはかけ離れたインパクト抜群の食品を買うことができます面白い食品はないかなとコストコ店内を巡っていたところチーズ入りのリオナソーセージにベーコンを巻きつけたチーーズズフランンクウィズベーコンなる品物を発見チーズとソーセージとベーコンが合わさってどんな味になるのか気になったので。 実際に買って食べてみました。